オーディションやろ。息子に言われたんです。最近しょぼくれてるんで再婚でもしたらって。あさみ。 本当にオーディションするのか。何もお前の再婚相手探すためだけにオーディションするわけじゃないよ。山崎あさみです。俺はもう決めた。あの女を見たのか。あの女の体に触ったのか。 私だけを返してくれなきゃ嫌よ。言葉なんか嘘だけど痛みだけは信じれるのよ。あなたは私の全部にはなってくれないのね。足がなければどこにも行けないでしょ。